はい、どうも、エルザです。それでは、レベナントやっていきたいと思います。ちょっとね、強化してきたんで、攻撃力上げたんで、マシになっただろうという考えのもと。早くして！あれ？そんなにあんまり上がってない？そこまでって感じだな。ガンガン上がったかって言われると、そういうわけではないね。30ぐらい攻撃力上げたんだけどな、前回。君か。くーってなるのよね。ギリギリ間に合ったけど、つえよは。なんか特殊なのがいるのかな。ああ、やっぱそうだね。あの、なんか落とすところ見ると強力な方か。ちょっと強えわな、相手してて。いないかな、そこには。もう登ってきたら降りてくるよっていう仕掛けだったんだね。はあ、つらいそれはつらい。かな？いや、音楽的にまだいるね。何？まずいわ。
消える前、よし。よし、終わったわ。消える前ならオッケーだね。あ、チェックポイントあるね。いやー、なんとか前回のリベンジは果たせた。つうか、敵の配置が変わるのが、えぐい。まあ、一旦、そうだね。800か。そうだね、このまま温存していこっかな。まあボスだったらボスっていうのも分かりやすいしね。ここいない、さすがにここいないよね。よし。君に当たる？まさか、まさか盾に当たると。とりあえずどっちだろう。ここ上に上がれるんだ。でこっちまっすぐ行くと、ぐるっと回ると、とりあえず中には入れる感じだね。で行き止まりって感じはそこまでしないけど、あ、なんかある。うーん、なんか嫌だな。大丈夫？奇妙なコイン。奇妙なコイン。このコインのことを失敗作だと思う者もいる。魅力的に感じる者、幸運だと感じる者もいると。はあ。イベントアイテムかなんかかな。なんかそんな感じだね。その使う時がいつかは分かんないけど。あ、こっち進むな。よし。どうせうじゃうじゃ出てくるんだろうな。ふう。めちゃくちゃ上で音がするね。いたね。意外と上がってきてくれたね。早くして。当てて、よし。
よし、終わったわ。これで OK と。まあまあ、アイテムゲットできたから OK だね。あ、で、ここに抜けてくるってわけね。よし、じゃあまっすぐ行こう。移動速ダッパー欲しいね。からめっちゃ足音するもんな。まだ出てくるか。よし。さあね、数がやたら多いときやっぱあいつだね、今のやつだね。これは進んでしまう。これはさすがに入れないか。よーし、いいね、今回進んでるね。弾も両方ともまだ問題なしと。ちょっとフローいい加減トレイト、5、よし、もっとはなんかガンガン上げたいね。何か聞こえるわ。何か聞こえる、なんかそれは悪い兆候では。あら、でも出口か。そっちは、まあでもやっぱ出口だね。さあ抜けてきたが、とりあえずは問題なしか。さすがにまあこの辺りは壊れないよね。さあ地下鉄を抜けると、っていうかあれだよね、そっか地球だから結構僕たちと同じような世界にいるんだね。びっくりした。しかもさ、すぐボスなんだよね。ああ、なるほど。あれ、ボスだよね。やばそうなの出てくるんだろうな。イチャイテムはなしだね。よし、そしたら一回強化しに戻ろう。と言っても多分、そこまで強化できないと思うんだよね。鉄しか持ってないんで。調子はどう？見つけたのです。もしかするとまだ
ん、なんか言って回した感じね。なかなかできるわね。ああ、そういうことね。じゃあコインどうぞ。とても大事なものなの。あれレスだったんだ。この銃を持っていくといいわ。幸運の玉がまだ何発か装填されているはずよ。幸運の玉、こちらこそありがとう。あんたいいやつね。このことは絶対に忘れないわ。じゃあ取引、マグナムリボルバー。へえ、マグナムか。また後で。別に幸運ってほどじゃない言うな言うな。ダメージ78。そうだよね、やっぱそれだけダメージ上がるんだったらだよね。こっちが連射系だったらハンドガン、リボルバーでもいいかなって感じかな。あー、なるほどね、火力系になるとって感じか。会えて嬉しいよ、友よ。なんか仕入れた？まあ、さて今日、まあ、特にはなしか。さあ強化強化、モッドの強化もできるか、ちょっと見ときたいね。できるのかなというか。おしゃべりする気分じゃないの？何？満足？私の時間を無駄にしないでよね。ああ、やっぱ。よかったわ。なんか用。評価はできない。私の邪魔をするのが好きなようね。話しかけないで。まずね、行きたい。私の唯一の友、これが私の親友よ。私があんたなら気安く話しかけたりしないわよ。このハンマーとお近づきになりたいと思っていない限りね。よかったわね。じゃあ消えて、おしゃべりする気分じゃないの？殴るぞって言わんばかりの。何が欲しい？さあ、やっぱ強化できないか。となるともうアーマーを鍛えるしかないのよね。まだいけるけど、53まで上がるんだ。あー、なるほどね。英雄の剣、クラフトだね。ダウンロードコンテンツか。ハンティングライフルが一応買っといてみるか。ああ、そういう弾込めね。ああ、ハンティングだね。スナイパーではないね。ただ、その、頭を狙うことができれば、強いなーっていう感じかな。じゃあ、ちょっとボスのところ行きますか。か あ、 あとはちょっと、あ、回復アイテム系も手に入れて、ないよりあった方がマシだしね。さあ、戻ってきました。いやー、植物がね、嫌な予感しかしないけど、今回こっちに変えてみるか。結構ね、ボス戦の時ね、火属性助かるんで。ん？マザーと話す？マザー、マザーってなんか、あれ？人じゃないよね。うわ、この助言を求める者が来たか。聞こうよれ。
お前さんは海岸に打ち上げられていたものだね。わしらはすべてを見ている。わしらの名はルートマザー。知恵を蓄えた話すルートさ。わしらに何を求める？はあ、こいつもルートなんだ。アトール付近の嵐はどうすれば通り抜けられる？俺はファウンダーを探している。君、彼は君に会いに来たはずだ。ファウンダーは、まあ、こっちはね、皆からの絶望と自身のプライドに押しつぶされて時期になったようだ。この世界にはもういない。いないのか？もうなのか？時が来てしまったのか？ああ、これではっきりとしたよ。お前さんはルートを根絶やしにしようとしとるが、その方法は巧妙に隠されているようだ。ルートとつながったわしなら、お前さんが歩むべき道を見つけることができる。助けようにもここでは奴らに聞かれてしまう。はあ、継ぎ目を壊そうとすれば奴らがやってくる。わしを守れるか、信じられるか。ああ、私がアンタマンをやるべきこと、まず聞きたいこと。ああ、私がアンタを、ああ、でも聞きたいことあるよね。しかし、奴らとわしがつながっている今、知られたくないことには答えられないよ。お前さんが探している道の見つけ方を知っている。ああ、そういうことね。奴らに聞かせてはならない。そこを見つけられるからってことか。わしらを守るのさ。でなければ全てを失うだろう。お前は誰だ？わしも昔はただ子供だったのさ。観察者は始まりの終焉を待ち望んでいる。お前さんへの予言だよ。そうか、じゃあちょっと。理由もなくわしを解放したりしない。お前さんはわしらを守らなければならない。あ、そういうことですか。次は2分間耐えるんだね。いてぃ、お前も出てくんのか。いて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 、弱っておるぞってめっちゃ叩いてるけどね。やばい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 。
失敗。いや、カーズ。奴らが来る。人はどこから来た。お前がなんでそっちにいるんだ。やばいやばいやばい。ああ痛い。まずは守らないになったのどうなんだろうね。いやー強かったよー、強かったっていうか手数がやばかったよー。ちょっと回復して。あーすごい。今から何が起こるんだ。ルートから多くの情報を得た。助けになるだろう。共に戦おう。ほう。まずわしは一息つくとするよ。壁を見るんだ。道が開く。道筋を見つけろ。そしてウォードと呼ばれる場所でわしを探せ。わしはそこにおる。道は知って。マジで。じゃあウォード13か。まずいわね。やばい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 。ちょっと待った。よし。危ない危ない。使わないとさ、出血がひどい。はあ。背中がそういうことだったの。会話中に死ぬかと思ったね今のはね。んーじゃあ、あ、でも戻って回復したが早いか。いやー、あれはボス戦というのかな、ちょっと分かんないところだけど。じゃあちょっとボードに戻ってみますか。いそうだよね。あ、いた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 。お前さん。背中が。やっと来たね。以前より自分という存在を知覚できるが、やはり多くは失われておる。わしはもはやルートでも人でもないのだから。だが、それが
お前さんの探す助け、そして追い求める道となる。ファウンダーと呼ばれるものを探し、唯一彼だけがお前さんの探し求める道を知っておる。だが彼を見つけるにはまずラビリンスを解放せねばならない。ほう、また新しい言葉が。ラビリンスってなんだ。キロとなり多くの場所へとつながっておる。ファウンダーはそこへ向かった。わしの目の届かないところさ。わしは彼をラビリンスへと導いた。お前さんと同じようにね。それは空から降り注ぐような雄大な光のように見えるだろう。だがその根源へ至る道は強大なルートにより今は塞がれておる。怪物を倒し光を求めると、いやでもラビリンスのキーパーを知ることになる。ありがとう、そうするよ。我々を滅ぼさんとする者と戦うための知恵をもう一つ授けよう。ほう。ドラゴンハートのかけらを持っているね。わしならそのかけらでより強力にできるだろう。ルートは己の強さにうぬぼれている。だがそれこそが奴らの弱みでもある。ルートが軍勢となり、世界中で猛威を振るっておる。しかし、それらの力を取り込むこともできる。じゃあアップグレードは？1000。でもシミュラクラムっていうのがいるんだね。マジか。元気でな。めちゃくちゃ使うじゃん。じゃあさっきのどうにかして手に入れてって感じなんだろうね。さあ装備強化できるか見てみますか。てかそもそもね、素材が。はい。さよさ。ないからね、その素材的なものはね。鉄もないし。達者だ。まあでも、強化できないから、この先また進めてって感じかな。よし、じゃあ、今回はここまでにしましょうかね。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ、ショットガン結構使えるね、やっぱね。ショットガン大事だね。お、すげえ。ってことは吸われていくわけか。まあ次回は、さらに続きをやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。